インベ氏。インベ氏、後インベ氏は、インベ、または、インベを、死の名とする氏族。雨の太玉の命をとする神、別、天神の古代氏族で、ミブ武ュ、インベレン、インベの村寺、インベスクネ、インベのスクネの地、インベスクネ姓を称した。古代朝廷における祭祀を担った氏族である。本校では、部民としてのインベについても解説する。 氏族名の意味、イムが、汚れを意味すなわち、再会を意味するように、古代朝廷の祭祀をはじめとして、祭具作成、宮殿造営を担った氏族である。古代日本には各地に部民としての、インベが設けられていたが、協議にはそれらを率いた、中央氏族のインベ氏を指し、講義には率いられた部民の氏族も含める。中央氏族としてのインベ氏は、 危機の手に岩と神話にも現れる雨の太玉の命を、祖とする。現在の奈良県柏原式部長周辺を根拠地とし、各地のンベを率いて、中富野氏と共に古くから、朝廷の祭祀を司った。演儀式にあるノリとには、御殿、おほどの帝等の祭りには、ンベ氏のノリとを申せ、以外の諸の祭りには、中富野氏のノリとを申せとあり、 現在の中富の在門とは別格であったことが伺える。しかしながら、奈良時代頃から勢力を増長した中富の死に、地位は押され、義味となり、固有の職象にもつけない事態が増加していた。平安時代前期には、死を陰兵から陰兵と改めた後、陰兵広成により、古語周囲が表された。しかし、勢いを大きく盛り返すことはなく、最終士族の座は中富の死、 大中富士に占有された。部民としてのイン部には、朝廷に属する公務員である品部、友部、品部イコール公的な職業集団と、イン部氏の私有民である柿部の2種類が存在していた。自責が少なくなっていった、中央氏族のイン部とは異なり、品部である各地のイン部には、玉を収める出雲、木を収める木、木綿、麻を収める波、 盾を収めるさぬきなどがあった。それらの品目の部民も後に、インベシを名乗ったことが、文献に見られている。こうした、地方氏族は随所に後を残している。古事記や、日本書記では、天岩戸の神話において、雨の太玉の御子と、雨の小屋根の御子が、採取関係に携わったことが記され、両神は、天孫降臨においても共に付き従っている。そのうち、 雨の太玉の命が、インベ氏の祖、雨の小屋根の命が、中富野氏の祖とされ、両氏は、危機編纂当時の朝廷の祭祀を司さっていた。なお、危機では雨の小屋根の命の方が、雨の太玉の命よりも重要な役割を担っているが、これは編纂当時の中富野氏とインベ氏の勢力さを反映しているとされる。逆に、インベ氏側の、古語周囲ではその立場は逆転している。 アメノフトダマの命の出自については、古豪周囲では、アメノフトダマの命は、高見結びの神の子であるとし、新先生史録でもこれになろうが、古事記や日本初期に、出自の記載話偽は明らかでない。インベ氏は、5世紀後半から6世紀前半頃に、その地位を確立したとされ、当初は、忌み武首帯ビを名乗った。大和国高一軍近況村、インベ、 現奈良県柏原式部長を本願、根拠地とし、現在も、祖神の飴の太玉の命を祀る飴の太玉の命、神社、式内名神大社が残る。また、出雲、キー、アは、サヌキ等に設置されていた品目を掌握して、物資を徴収したほか、最後の作成や神殿、宮殿造営に携わった。人物の所見は、日本書紀大化元年。 六百四十五年上で、忌み武士ネマロが、神兵を付加するため、身の国に使わされた。天武天皇元年、六百七十二年の人身の、乱に際しては、忌み武士士人、首、または国尾友は、将軍大友不起夫に属し、新た女を赤丸ロと共に、山との故郷を守備した。天武天皇九年、六百八十年には、古人は、弟の彩る、四国淵、 色布の地とともに村寺のバネを賜わった。さらに、天武天皇13年、684年には、他の村寺生の五十士族とともに、スクネの垢羽を授かった。地頭天皇4年、690年には、地頭天皇の即位にあたって、彩るが、神寺の剣、京王寺、慶雲元年、704年には、古人が伊勢法兵士に任じられた。その後は、中富の氏とともに、 伊勢法兵士となる例となったが、次第に中富野氏の勢力に押され、法兵士部人は減少した。そのため、天平七年、七百三十五年に、インベスクネ中名、トリマロラは、インベ氏を法兵士に任じる訴え、訴えは認められた。しかし、天平商法九年、七百五十七年六月には、中富野氏だけが任じられ、達成を認めないこととなった。その後は、 中富の死、後を中富氏の多し配石が著しくなり、インベシ固有の職傷にさえつけない例が生じることとなった。延暦22年、803年には、インベスクネハマナリの申請によって、インベと名を改めた。中富の氏との争いは、大道元年、806年には、漁師あゆったえという事態にまで発展し、同年の直命により祈祷は漁師、常氏以外の方兵士も、 領主を公平に用いることと定められた。そして大道二年、八百七年には、隠部広成によって、古語周囲が表され、隠部氏の伝統と中富の氏批判がなされた。しかし以後も、隠部氏は、中富の氏の勢力に押され、歴史の表舞台には見えなくなる。なお、公認六年、百十五年の、新戦聖録では、神、別、天神に、部として、 高見結び村のこの雨の太玉の命の光栄である、胸が記載されている。イン部は、大会前に設けられた部民の一つ、大きく分けて、朝廷に属する、品部、べ、ともべイコール職業集団と中央のイン部氏の柿部、べ、部べイコール市有民の二種類が存在した。朝廷の品部べとしての、イン部は、出雲、紀伊、阿さぬきが、 代表的なものとして明らかとなっている。古毛周囲では、アの太フト玉の命に従った五柱の神を、インベご婦人として、各インベの外している。また、古毛周囲には、畜紫伊勢に、アの間マ一つの命、アの間マ一つのみ、こと、インベご婦人ンを外するインベがあったと記し、この神に刀、斧、鉄卓、鏡などを作らせたという記述がある。このことから、 単ヤとして刀、斧を奉納したインベがいたものと推測されている。その他、備前、越前にもインベが分布したと見られている。これら、インベのうち、キーインベは直接中央のインベ氏に隷属していたが、他のインベは、国像の管轄下にあり、国像を介して中央への上納を行っていた。四国の阿は、暴走の暗房に限らず、インベ、異変、インベ、 稲部など三十県や奈良県には、イン部氏に関係すると見られる地名が残る。部民からの派生、公営とされる氏族、古語周囲等では、淡木部による暴走の地名起源として、次の当選説話が知られる。古語周囲、大道二年、八百七年成立や、仙台旧時本義の説話によれば、イン部氏園祖の天父、命、雨の太玉の命の孫は、 各地のインベを率いて、種樹の祭祀具を作っていたが、さらに良い土地を求めようと阿波のインベを率いて、東に赴き、そこに、朝、国、火事の木を植えたという。同書では続けて、天根府、命が植えた朝がよく、育ったのでその地を、宋国、草の国というようになり、また、国の木が育った地を、有機軍というようになったとし、阿波インベが移住した地は、 安房軍と名付けられたとする。また、同地には、太玉の命者を建てられ、これが、安房者、現在の安房神社、千葉県立山市に、否定にあたり、その神戸、神社付属の民庫には、隠蔽氏があるとも伝えている。説話のうちでは、房を、朝の古語とするが、現在までの研究では、相の字に、朝の意味はないとされている。そのため、朝を束ねたものから、 僧が連想されたとする説や、朝とは関係なく河川判断の土砂流による、ふさ、さが、元義で、これに、僧が当てられたとする説が挙げられている。これらに対して、藤原家から出土した木管のうちに、己井戸10月上国派氷末里として、僧の代わりに、道君の、ふさの表記が見え、ここ周囲の説話を簡単には信じられないながらも、 某をなして実るものというの意味は朝のみにも該当する子から、大法4年、704年の国反復による表記統一以前に暴走地域が実際にはと称された可能性が指摘される。なお、暴走地域の上下の分割は前後の分割よりも古く、帝王変年期において、数佐国の成立を暗官天皇元年、 534年とすることから6世紀中央と推測する説や、それより下る天時天皇朝、668年から672年、五郎と推測する説がある、以上の詳細は、総国を参照。また、古毛周囲では、安房に移住した、淡いんべが、安房基部となったように記されているが、古代資料では、安房軍事や安房神社神職など在地、 関連人物で、インベ氏の存在は知られず、むしろ、暗望地域に勢力を持ったのは、前王と部、柏での王とも部、単に王と部ともであったことが知られる。この前王と部は、高橋氏分一分によれば、柏で氏、柏で氏、後高橋氏に統括されて、天皇の食前調達に当たったという部民氏族で、その人物名は、国士、仙台球児本人、 平城系出土木簡に参見される。特に、阿波国像、安房国像も同氏族の大友ただしし、友のただし氏であったことから、安房神社の祭司及び、安房軍事はこの一族が務めた可能性が高いと考えられている。以上の歴史的背景のため、古語周囲のシルス阿波部の当選説話が生まれた、要因はつまびらかではない。 この周囲自体が中富野市との勢力争いの中で正当性と格差是正の目的で編纂されたものでるため一説として安保への当選説話の増作には東国特に上層地方の中富野市勢力と対抗する目的があったと指摘されるまた数少ない安保関係人物として天平2年730年の安保国儀層に 安防国史の目と見えるインベスクネ通り万里、インベトリマロカ、中央から赴任した可能性が高いの存在から関連づけたと推測する説や、安防神社の祭司、神戸にインベ氏の関与を仮定すれば、これにアインベが結びつけられたと推測する説、その他古くから黒潮を通じて、人々の交流があったことが、説話成立の背景にあると見る説などがある。千葉県域には、 アマネフ命の当選に関して多くの伝承地が残る。そのうち主なものは次の通り、注釈原点出典資料書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。